エタノール数個ほどの炭素原子で構成されるこの分子は酔いの原因となります、えー、単にアルコールと呼ばれるがエタノールはアルコール飲料の有効成分ですその分子のシンプルさから膜を通過しやすく様々な隙間に忍び入り他の不恰好な分子と比べ幅広い作用をもたらします具体的にどのように酔いをもたらすのか なぜ作用が人によって異なるのでしょうか。これら疑問の答えは、体内をめぐる過程を追う必要があります。アルコールは胃に入り込み、特に小腸などの消化管を通って血液中に吸収されます。食後は胃と小腸の仕切りとなる幽門括約筋が閉じるため、胃の内容物が血液中に入るアルコールの作用に影響を与えるので、 大きな食事のあと血液中に入り込むアルコール量は空腹時だと4分の1にしかならないこともアルコールは血液を通じて各器官へと巡り流れ込む血流が特に多いのは肝臓と脳です最初に肝臓に到達し肝臓内酵素がアルコール分子を2段階で分解するまず ADH という酵素がアルコールを毒性のあるアセトアルデヒドに変え 次に ALDH という酵素が有毒なアセトアルデヒドを無毒なアセテートに変える血液が循環するにつれ肝臓はアルコールを除去するが最初の除去過程でアルコールが脳や他の器官にどれほど到達するかが決まる脳の感度はアルコールの感情認知および行動への影響つまり酩定の程度を左右する要因になります アルコールは脳の主抑制性の神経伝達物質のギャバを増やし脳の主興奮性の神経伝達物質グルタミン酸を減らすこれで神経細胞の信号伝達能力が格段に低下し中等度の摂取でリラックスし多く摂取すると眠り毒性量では生存に必要な脳活動を阻害する可能性があります。また中脳から動機づけに重要な領域である ままで伸びている神経細胞の小さな集団を刺激します中毒性のある麻薬同様側座角でドーパミンの放出を流し飲酒する人の喜びを込み上げさせるまた神経細胞にエンドルフィンを合成放出させエンドルフィンは危険に対し落ち着かせるエンドルフィンレベル上昇はアルコール摂取に伴う多好感と緊張緩和に寄与。 最後に肝臓のアルコール分解速度が脳の吸収速度を上回ると酩定感が薄れる各段階における個人差が人々の酔い方に多かれ少なかれ左右します例えば体重が同じ男女が同じ食事内容をとり同じ量を飲酒しても血中アルコール濃度バックは異なります女性の方が血液量が少なかったり脂肪の割合が高く 筋肉に比べ必要な血液が少ないからです血液量が少なくてもアルコールを同量運んでおり女性の方が濃度が高くなります肝臓のアルコール分解酵素の遺伝的な相違もバックに影響を与えます定期的に飲むと酵素の酸性量が増え体制に寄与します反して長時間にわたり飲みすぎる人にとっては逆効果で肝臓障害を発症することがある 一方ドーパミンギャバエンドルフィンの伝達の遺伝的相違が障害発症のリスク要因となる可能性がありますもともとエンドルフィンやドーパミンが低いと飲酒に頼ったりエンドルフィンに敏感だと多効感が強まったり高い過剰飲酒リスクを抱える人たちもいますギャバの伝達作用に違いがあると鎮静効果に特に敏感な人もおり 無秩序な飲酒による障害のリスクを低くしています脳はギャバ、ドーパミン、エンドルフィンの伝達を減らしグルタミン酸の活性を高めると慢性的摂取に適応します習慣的に飲酒すると不安や睡眠障害になったり快感が減る傾向にあるのですこのような構造・機能的な変化は飲酒するのは普通なのに 飲酒しないと落ち着かなくななくりり乱用につながり悪循環を確立遺伝と飲酒歴両方がアルコール経験に影響し人によって特定の飲酒パターンになりやすかったり神経や行動の変化につながったりするのですテッドエドは可能な限り多くの言語で「 質の高い教育コンテンツをできるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ベイトリオンに寄付して非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。